季節が甘って
るのは悲しいですか。涙を拭いて顔を上げてください。ほらもう時期私も身を作ります。冬には蜜を入れてあなたにお届けします。私が憧れてるのは人間なので、泣いたり笑ったりできる音が素敵。練習しましたね、これはね。はい、はい、ここでメンバー紹介ですね。はい、私たち花園、華やかのね、中華の花花ですね、に宴と書いて花園です。宴が好きなんですそう、必ずね、なんだ、打ち上げね、やってます。まだ2回しか出てないので今日2回目のラメですけどね、また今日多分宴の相談をすると思います。はい、ツインボーカルとピアノの3人構成です。オンピアノ、私たちね、3人ともそれぞれのユニットで別々でいつも活動しています。オンピアノレソーラの赤ちゃんです。今度ね、ツーマンが24日、こちらでね、ミッドナイトパフェさんとレストランのツーマン、2台ピアノですんごいピアノをやります。すごいです、うん、すごいです。こっちが息ができないぐらいのピアノをやりますのでね、攻めるねはい、こちら、オンボーカル、今日は剣ハモ、あと必殺技、ね、レインボーゼンド、ウクレレをしてるんですけど、ウクレレの業界ではもう知る人ぞ知る、知らない人はいないね、ね、恐れ入る日本のウクレレでね、女性ユニットですね、レインボーカル、レインボーズエンドのハイジさんです、はい、よろしくお願いします、ね、オンボーカル、下町で知らない人はいないはずユーニズムというユニットをやっております。誰と知らない人はいないはずなんですよ、ね、私オンボーカルでね、でギターはね、ダディさん、それでやっております。知らない人はいないはずなんだよあんたね、はい、モメです。
よろしくお願いします。の時とはね、また違うね。はい、ね、はい。新鮮ですね、ダニーさんね。OK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 。じゃあ次の曲はちょっとしっとりいきましょう。ミーシャ、これ新レパートリーです。キスして抱きしめて。心に焼き付けたい。
調子だっておかしくなっちゃったってことかね。でも最後ちゃんとパラパラやった、うん、そう、このパラパラパラね、いつもパヤパヤって言っちゃってもう練習中大笑いになったよかった、間違いね、言ってもいいけどなと思ったんだけど、ね、そう、時々ね面白いことをやってるお笑い担当のハイリさんも、ね、吉本から派遣されましたら次はちょっとお笑いなしできますよ。そうそうそう、なんだっけ、あ、釣り鉢だ、もうあのツーマンはソールドアウトですか。ガラガラですので来てみよう。あ、まだまだ若干お席が残っているようです。まだチャンス的ですよ、ね、若干、うん、若干お席が、ですか 今どうなんだろう、ミッドナイトがどのぐらい読んでるんだろうね、向こうが結構よく多分な、うち満席になる、1,2,3,4 人ぐらいは来てる、うん、急いで急いで、まあ立ち見席がねまだ残っております。ハジさんはね12日の日に今度ですね、来週ですね、この人はさ、あのこの人って一番ハジさんね、あのソロでウクレレもやるんですね。で、ツアーミュージシャンのそれがしゆきのちゃんと共演でね、こちらで、12日で合ってる、はい、12日火曜日、夜、うん、9時じゃない、19時からですね、はい、やりますね、ぜひよろしかったら、ね、天使のような歌声を、いや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 、今日の私が、ね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、まだ最後じゃないね、新野日野さん積みてます。現実界ある冬、女今
私がね、あの酔っ払ってね、あの某ライブハウスでね、餃子食べて酔っ払ってるところをね、まだステージに上がってなかった私をですね、歌えるでしょって言ってね、ステージに上げてくれたのが浜谷さん、初めゴスペルつながりでね、そうです、そうです、それでちょっとやみつきになってマイクも元がないみたいな感じ、それが5年ぐらい前でしょうか、5、6年前ですね。4曲をお送りしました。最後ね、5曲目、最後の曲になります。あんまり活動の少ない、まだ2回目なんでね、あの少ない回ですけど、またどこかでね、皆さんにお会いできる日があるといいなと思っております。だいたい酔っ払っております。最後は、皆さんご存知丸の内サディスティック。Thank you.
てちょうだい。